フラン。今回は二の腕をスッキリさせるマッサージを行います。ノースリーブを着た時に一番気になるのはこの二の腕の部分ですよね。ここをスッキリさせるポイントを押さえたマッサージの方法を行います。余分な水分を取り除いて腕を締めていくオイルを使います。イノセントピュリティをまず5滴、そしてマッサージオイルのベーシックセンスを3プッシュ手に取ります。まず指先でよく振ります。これを肘から腕の付け根に向けてよくオイルをつけていきます。そしてその時にこの腕の付け根の肩甲骨にかかるところまでよくオイルをつけます。まず一番初めにマッサージをするのがこの肩甲骨の部分です。ここをよくほぐすことによって腕の詰まりを取り除いて流れを良くしていきます。押さえた時に少し痛いところをよくほぐしてください。この部分をよくほぐしたら肘から腕の付け根に向かって指の側面を使って流してみてください。少し圧をかけながら肘から腕の付け根に向かって、その後この脇のリンパ節を指の先を使ってこの面を使って少しプッシュをします。この時に吐く息で抑えます。これを3回行います。この時のポイントとしてこのマッサージではやはりこの部分をほぐすことによって流したものが流れていきます。ですからこの腕の付け根の部分をよくほぐすことを注意してください。